人口303人、うち高齢者が5割を占める土佐町石原地区。ここに2012年に高知県で2番目の集落活動センター石原の里が発足しました。この施設を運営する住民組織石原の里協議会が過疎地域の持続的な発展事例として総務大臣賞に輝きました。協議会の筒井良一郎会長は、全員が本当にこう喜んでます、まさかというようなあの思いで決まった時にはおーということで声が上がったような状況です。県内の団体の総務大臣賞受賞は11年ぶりです。旧石原小学校をそのまま活用した集落活動センターでは、誰でも参加可能な石原未来会議を開催。高知大の学生や移住者のアイデアを柔軟に取り入れ、直販市の運営など集落の維持活性化に向けた取り組みを行っている点が評価されました。お考えができて、今の状況がこう続いていけばそれで十分だと、この賞を励みにはね、すごく頑張ってみんなが団結してやっていきたいと思ってます。